はい、こんにちは。今日は残酷な教育の話をしていきます。できない人ほど教育プログラムに文句を言うということで、勉強っていうのは年齢とか立場とか時代とかっていうので関係なく、いずれにしても半永久的にもう継続的にやっていかなくちゃいけないものだと思うんですよね。ところが、とある企業の経営者の方からお話を聞いたことがあるんですけれども、社員への教育の場とか研修を提供する必要はないと、もうこの時代になってきたら、やる気のない社員に対してもう投資をしても意味がないから、もうさっさと次のところに行ってもらう方がいいかなっていうこともズバッとおっしゃってる方っていうのもいました。で、それは何でかっていうと、教育ですね、研修という場を平等に提供をしたとしても、できる人っていうのは、要は例えば営業成績がいいとか、作業効率が早いとか、素晴らしい作品を作ってくれるとかっていうような人たちっていうのは役に立つということで、どんな研修であったとしても素直に受けていただけると、受講すると。で、できない人ほど中身に文句を言うんですよね。あれが入ってないとか、こんな話は無駄だとかっていう風に。で、経営者の思いとしては、そういうできない人にこそもっと学んでほしいと思っている一方で、逆効果になってしまってるんですよ。感謝されるどころか、その研修を受ける時間が無駄だとか、そんな費用は無駄だと。で、そんな研修費にお金をかけるくらいだったら俺たちの給料上げろとかっていうような話が出てきてしまうと。で、結局は掘り下げていくと、それは無駄かっていうと無駄じゃなくて、結局は自分たちがそれを受けるだけの時間の捻出をしたりとか、理解できるだけの知識量っていうのがないだけの話なのに、会社が悪いとか質の悪い研修のせいだっていうふうに言ってしまうんですよね。で、もちろん会社っていうのは皆さんに平等に、社員全員平等に研修を受けてもらうために、いろんなことを考えて設けてるんですけど、例えばある統計によると、300人未満の会社だったら 50% 割合、それから300人以上の会社であれば8割以上っていうのがオフ JT、 つまり社内ではなくて社外の研修機関とかプログラムを使って教育を行っている。一方で残念ながら年々その教育への投資っていうのが確かに削られてきているっていうのも事実なんですよ。その相対的なお金の面で。で、そんな状態で社内でなんとかできない人をできるように教育しなければならないっていう思いはありながらも、そこにリソースを割くことができない。で、人も時間もいないしないしっていう感じなんですよね。で、さらに今その終身雇用っていうのが残念ながら珍しくなくなった今、しっかりと社員さんが育つ頃には転職で次の会社に行っちゃってるとか、あるいは独立して会社から旅立っていくとかっていうような可能性も本当に高い状態ですので、教育をしたところでいるかいないかがわからない、つまり博打になってしまってるんですよね。だから費用対効果に見合うような教育投資っていうのが大きな課題として上がってきてるわけなんですよ。だからそこに対してお金を突っ込むべきなのか、費用をかけるべきなのかっていうのを経営者とか会社の目線から考えた時に、そんな文句ばっかり言って成果も大して残さないし、一生懸命学んでもくれないしっていうような、ロイヤリティの低い社員に対してまでお金をかけるっていうのとか時間をかけるとかっていうのは無駄だという話なんですよね。だから時代の変化が激しい今、高度経済成長期の時のようにゆっくりゆっくり育てる暇はないんですよ。で、会社が生き延びていくためには、あるいはもっともっと伸ばしていくためには、必要な教育投資っていうのもできる社員のみ絞っていくと、それに見合う社員としての実力と教育投資っていうのが見合う人にしかその教育に対しての投資はしませんよというような話になってきているんですね。ですから今この話っていうのをどちらの立場、一般社員の方なのか経営者の方が見てるのかっていうのはわからないんですけれども、ずっといてくれる社員も残念ながら、丁寧に育ててくれる会社っていうのも今どちらもいませんよという時代です。ですんで、どう働くにしろ、あるいは育てるにしろ、生きていくのか、会社をより育てていくのか、自分を育てていくのかっていうのをはっきりとしたスタンスを取らないと、文句を言うだけの社員っていうのを、ずっとのさばらせておくわけにはいかないですから、そのあたり残念ながら割り切りっていうのをすることも苦労しなくちゃいけないですよ。だから僕みたいなその一般の会社員の人が偉そうに言うのもあれなんですけども、教育投資効果っていうのはどこまで大事なのかなっていうことを考えると、やっぱりできる社員にどうしても偏ってしまうんだよねっていう悩みを抱えている人が多かったです。
ていうことは、まあ、自分がどれだけ会社に大切にされているのかっていうので今の会社にいるべきなのか、それとももしかしたらお荷物とか残念ながら自分が会社にとって必要だと思われている人材じゃないかもしれないという覚悟を持ってどうするのかっていうその決断っていうのをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで育てじっくりと自分を育ててくれるような環境がもしかしたらもう整わないなっていうことになった以上は、そこから一歩抜け出して自分が必要だと周りから必要だと思われる存在になるためにどう、磨き上げていくかっていうことを一つ、きっかけにしていただけたらないきっかけにしていただく動画にしてもらえたらなというふうに思います。ということで、本日の動画ですね以上とさせていただきます。結構刺さる話だったと思うんですけれども皆さんにとってはどういう受け取り方になったでしょうか。ということで本日以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとかあるいは伸ばしていくそんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。